そうなります。アステーゼメカニックのしちです。入山です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。というわけで、今回はメルセデスベンツの C118CLA200D のご紹介で、現行車もう顔変わっちゃったけど。あ、そうなんや。前期型これもね、本当にワンオーナーで、全オーナー様本当にありがとうございます。そのぐらい綺麗。走行距離が6000キロ走ってないです。5年落ち、まあ年間1000キロぐらいで、何がすごいって、保証プラスメンテプラスっていう延長保証と延長メンテナンス入ってるので、この距離にもかかわらずフルメンテナンス、エアクリとかまで変わっとる。んーと、うん、もう最高に、もう本当に新車のような仕上がりの車になります。というわけで早速見ていきましょう。はい、前から、ボディカラーが、ジュピターレッドだったかな、ソリッドの赤。この色がもう今ない、パタゴニアレッドかなんかって色に変わって、まあだいぶ前やけど、赤色の A クラス。あー、濃い、ちょっと濃い。そうそう、なんかちょっとワインっぽいというか、まあ、ワインレッドまではいかんけど、赤にちょっとなんかパープルとかブラウンとかが混ざったみたいな色の赤色あるじゃん、あれに変わるの、はいはい、途中から。だからもうこの真っ赤っていうこの赤はもうなくなりました。なんでかっていうと、まあ一つ、あの赤色って太陽に弱いのね。赤色暖色、ピンクとかオレンジとか、まあ茶色ゴールドとかもそうだけど、そういう色ってさ、すぐ色褪せるじゃん、うん、それと一緒でやっぱり紫外線に弱いから、クリアがいかれる赤色って結構。だからこの新しい年式ではあんまりないんやけど、前型の CLA とか、あの204とかもこの色あってブツブツになっちゃってる。んーと、そうってなりやすい。ただこの車もう間違いなくガレージ保管、新車時の状態をまんま保ってる状態なので、すごく綺麗にね、新車の時のコーティングの施工証明書みたいなの全部ついてきたんだけど、もうすごい、ね、インテリアコートで、側ホイール撥水コート、要はもう多分その当時のコーティングの一番いいやつをフルコースでかけてガレージにしまって、メンテナンスも最初にメンテナンス保証の延長全部つけてガレージにしまってあったっていう。もう本当に新車のね、オーナーさんありがとうございますということで、箱入り娘やな、すごい車なんです。割とね、そういう車があったりする、保証延長したる車の方が壊れんかったりする。まあ前保証延長したけど壊れんかったで、今回やめとくわって言うと保証切れた瞬間にバッカバッカ壊れ始める、結構あるあるで。前行きますと、ヘッドライトがマルチビーム LED、 これあのパーってなるやん、エンジンかけた時、これも同じように、ただあんなに細やかじゃない、ボン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 って感じ、あのすごい滑らかや、205とか213のやつ、そこまでじゃない、ちょっとグレードが低いマルチビームみたいな感じで。前はダイヤモンドグリルがついて、ディストロニックがあるので、平たいエンブレムに360度カメラもつきます。でもちろんエンブレムは黒色のエンブレムになって、下車もねガバッと穴開いて、ただこの横はね全く穴開いてない、傷もほぼないし、艶が違う。幅が 1830-205 と同じぐらいかな、もう、かなりでかくなりました。なんで1800までの駐車場とかは入らないっていう感じ で、あのクーペスタイルなんでパワードームがついて、めちゃくちゃ怒った顔しとる。 CLA って昔からそうやけど、すごい機嫌悪そうな顔しとる。これがまたでもいかちいというかね、もうこの車にしかないデザインで、 CLS ってちょっとお上品さがあるじゃん、これなんかもっとやんちゃ感があっていいっていうのとね、あとね、こう僕結構好きなのがね、この真横から見るとここがさ、ここの方が前出てる、逆になってる、こう鼻高、そう、これがすごく迫力が余計に出て、逆スラントノーズっていうかな、昔 BMW の6シリーズとか三菱のギャランだったり、そこら辺もそんな感じのデザイン、かなりね迫力の増した感じ、背の高さもかなり低いよね、それも一つ特徴かなという感じでございます。スモールヘッド、ウインカー、こんな感じです。めちゃくちゃイカチーよね。でもうデイライトつく時代なんで、外出したらもうデイライトが
最初からついてます、うん、横に回ってまいりました。長さが 4m69 ギリギリ5ナンバーサイズ、サイズ感205も同じぐらいかなと。前のモデルに比べるとちょっと大きくなったイメージがあるね。でタイヤのサイズも一回り大きくなって、205と一緒かな、これもしかしたら225458なんだけど、この1本だけレグノのバリ溝がついてます、5納車の時は後ろ他3本と合わせた銘柄に変えようかなと思ってますか。まあレグノにあと3本レグノに変えてもありかなと。どちらにしろもったいない、バリ溝、全バリ溝だが、多分1本パンクとかして適当にブリヂストンの一番いいやつ買ったからみたいな感じかなと思います。23年のタイヤね。このさ、ここ穴開いてないって言ったけど、こっから来たやつがこの穴から出て、このホイールハウスを覆って空気の壁を作って整流するっていうのはこの CLM ついてますね。そして、シンプルなキャラクターライン、もう上にはねラインが入ってなくて、下だけこことここに入ってますよと、そんな感じのエクステリアです。で A クラスの177の A と同じようにこの新しいドアミラー、デザインが新しくなったドアミラーに360度カメラがついて、ここに LED のウェルカムランプがついて、そんな感じです。で一回りちっちゃくなったね、なんかミラーが ね、ガラスにここにダイムラーさんのサイン入りまして、パノラマがついております。そして A クラスっぽいなと思うのは、ここがやっぱ艶消しの素地のねパネルが使われてるっていうのが、ちょっとやっぱり安い車種かエントリーモデルっていう感じだなと。してみてください、このあら美しい、ここら辺のさシミなんて全くない。そしてフィルムが貼ってあります。でまだ劣化がほぼしてないんでいけるとは思うけど、結構透明のフィルム通らんことがあるもんで、そう今後通るかどうかって言われるとまたちょっと微妙なところやね感じです。やっぱさケツ上がりだよねこの車。後ろの方車高、多分ね前と後ろそんなに変わんないんだけど、車高このフェンダーの隙間はすげえケツ上がりに見える、うん、でこれねあと3本はこの225458の MO ベンツの純正のトゥランザっていうやつ、 T005 っていう、ポテンザがゴリゴリスポーツ寄りというかスポーツ寄りのタイヤで、トゥランザはそれのツーリング向けというかスポーツ走行というよりかは長距離ずっと走るのに特化したタイヤっていうイメージのタイヤがついてます。 CLS 同じような顔のね、ちょっと造形がいいよね、立体的な感じで。でマフラーは偽物です、ディーゼルなんでね、ここにもあるけどここもここも穴開いてない。で反射板があって、ナンバーがクーペのスタイルは下につくと、そういう感じですね。そうそうクーペはね下につくんだよね、ナンバー。セダンワゴン系はここにつく、テールランプの間にナンバー、そういう違いがあったりしますね。スモールリアフォグ、ブレーキ、バック、ウインカー、こんな感じのテールランプ、めちゃくちゃ立体的だからね近くで見る、すごいな、長いね、うん。で、インナーが黒だからダークレッドに見える、最近のトレンドというかメルセデスやっぱこれが好き、これねパカッて開くもん、という感じでやってまいりました。メルセデスベンツの CLA200D の外装編いかがだった？AMG ラインっていうのかな、ついてるんでめっちゃスポーティー、このディフューザーもボン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 、結構主張があって、こういうコンパクトでスポーティーだからこそソリッドの赤が似合う、スポーツカーとか赤いスポーツカーとかで、クーペじゃなくてフォードアだから居住性とか乗り降りのしやすさ、利便性の部分を犠牲にせずに、でもクーペスタイルでめちゃくちゃかっこいいというのを両立した車ですね。これはね本当にね人気がある、扱いやすいしね。そしてねやっぱね一つ言いたいのは FF なんだけど、最小回転半径が 5.1m、めっちゃ小回り効く、 5.1m、 204と一緒ぐらい FF なのに、だからこれに慣れちゃうと他の FF のコンパクト乗った時にこんな小回り効かんのかと
思っちゃう。そんなぐらいのレベルの小回り性っていうのもメルセデスらしいところかなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またですね、チャンネル登録、コメント、高評価いただけるととても励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。